スコット・アンソニー・シェブラーは、アメリカ合衆国アヨア州林軍、シーガー・ラピッツ出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のロサンゼルス・エンゼルス参加所属。愛称はシャブ。2010年の MLB ドラフト26巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、8月16日に契約。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ドジャースで、プロデビュー。 5試合に出場して打率、294、1打点、1盗塁を記録した。2011年は、パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプレーし、70試合に出場して、打率、285、13本塁打、58打点、1盗塁を記録した。A 級、グレートレイクスルーンズ時代2012年は、A 級、グレートレイクスルーンズでプレーし、 137試合に出場して打率。266本打六67打点、17盗塁を記録した。2013年は A 級乱直モ門がクエークスでプレーし、125試合に出場して打率。296、27本打九91打点、16盗塁を記録した。2014年は A 級チャタヌーがルックアースでプレーし、 135試合に出場して打率。280、28本類打、73打点、10盗塁を記録した。6月には、サザンリーグのオールスターゲームに選出されている。オフの11月20日に、ドジャースとメジャー契約を結び、40人枠入りした。シーズン終了後から、アリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに加入。 23試合の出場で打率310日本塁が12打点と活躍し同リーグのオールスターチームに指名打者として選出された2015年はトリプル A 級オクラホマ式ドジャースで開幕を迎え6月5日にメジャー初昇格を果たした同日のセントルイスカージナルス戦で7番左翼手で先発起用されてメジャーデビューし カルロス・マルティネスから初安打を放った。ロースター拡大に伴って、最小格後の9月4日のサンディエゴ・パドレス戦では、ジェームズ・シールズからメジャー初本塁打を放った。メジャーでは19試合で9安打を放ち、内ち3本が本塁打で、超打率。500をマークして、パワーの変鱗を覗かせた。なお、トリプル A 級オクラホマ式では121試合に出場して打率。 241、13本類だ、50打点、15盗塁という成績を記録した。2015年12月16日に、ドジャース、シカゴホワイトソックス、シンシナティレッツの間の三角トレードで、ホセペラザ、ブランドン・ディクソンと共に、レッツへ移籍した。2016年は、ジェイブルースの途中移籍や、ビリー・ハミルトンの離脱等の影響もあってか、主に翌週で、 外野手の控えとして起用された。82試合に出場して、打率、265、9本塁打、40打点、2投塁を記録した。2017年は、正右翼史として、メジャーでシーズンの大半を過ごし、141試合に出場、打率、233、30本塁打、67打点、出塁率、307を記録した。 2018年は107試合で打率。255、17本塁打、49打点だった。2019年は不振と故障が重なって、出場機会がわずか30試合に激減した。2020年7月19日に、リーフとなった。2020年7月24日に、金銭トレードでアトランタブレーブスへ移籍した。8月6日に、リーフとなり、13日に、 マイナー契約となった。この年は1試合1打席のみの出場だった。2020年11月22日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。メジャーへ昇格した場合の年俸は90万ドル。2021年4月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが11試合で打率。148と振るわず、チームも アンソニー・レンドンが膝を痛めて内野手の補充が必要となってフィル・ゴセリンを昇格させるという理由から5月4日にディーフとなった。その後、5月8日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズへ配属された。ありがとうございます。